金平梅。ダメだ、昼間の女人たちが目に浮かんで眠れない。あ、健康さん。ああ、この人が。これからみんなでクルワに行こうと思うんですが、どうですか？クルワ？僕はそんなとこ行かない。そうですか、じゃあ。なんだよ、あいつも行くのかよ。こんなところに厨房用のか。もう終わっちゃったの？いくらなんでもあ、ごめんなさい。ギャ！お客さん、ごめんなさい。ごめんなさい。クルワなんか言ってもバカにされるだけだ。もう少し相手しろよ。この魔剣公という男、大変な女好きであるにもかかわらず、生身の女を相手にする自信が全くなかったのでした。節賀様、ガチョウが一羽姿が見えねえと思ったら、どうやらイタチにでもやられたみたいだ。なんですって？せっかく順調に太らせてるのに冗談じゃない。罠を仕掛けて捕まえてやるわ。おい、イタチが出てガチョウが襲われたらしいぞ。節賀様怒ってるだろうな。大事に育てていたから。なぜ厨房の者に様などつける？節賀様は第四夫人なんです。料理がお好きなので、わざわざ厨房の脇に部屋を持っていらっしゃるんです。第四夫人ということはお美しい方なのか？はい、もちろんです。健康さん、あ、健康さん、もっと。第四夫人はどの女だろう。いや、どれでもいい。素敵、健康さん、もっと、もっと。当然、実行する勇気など健康にはなく、ガチョウ相手の妄想だけが日に日に膨らんでいくばかりでした。そしてしばらく経った頃、そろそろ従者を終わりにしないか。あとは警部で会おう。私は旦那様のお気に召しませんでしたか？最初からしばらくの約束だったし、私の従者は金堂一人で十分だ。旦那様、では本日まで務めさせていただきます。
いつかきっと正門慶のようになれたら、僕だっていつか。旦那様。なんだいきなり。こんなところで。いつものですのね。この薬とってもよくて、春梅も秀菊も欲しがっていましたのよ。なんだ薬って、もしや媚薬とか。きっとそうだ、そうに違いない。正門慶が飲んでいる媚薬なら僕にも効くはずだ。欲しい、一粒でも欲しい。あの巾着だ、あれさえあれば。旦那様、お着替えを。ああ、最後なので私もお手伝いさせてください。大事そうな小さな瓶、これか。一粒だけでいいんだ。それでは。そうだ、金堂、ジャスミンの丸薬がなくなったから注文しておいてくれ。はい、わかりました。やったぞ、正門慶の媚薬を手に入れた。どうやって試そう。そうだ、来るわ。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきました。とっても励みになりますわね、旦那様。平次、あんたはいいの？だって皆様、どうぞよろしくお願いします。ひどいわ、キネさん。あなたたち、おやめなさい。